野城厚生医療センターは、秋田県野城市落合に所在する、秋田県厚生農業協同組合連合会が設置する病院である。かつては、野城市中心部の市外部に所在していたが、郊外の落合地区に新築移転した。所在する野城市のほか、山本郡とその周囲、青森県西南部など広域をカバーする地域の中核病院として治療を行っている。 1996年12月25日、災害拠点病院に2008年2月8日、がん診療連携拠点病院に指定された。野代山本地区は当病院、地域医療機能推進機構は北病院、野代山本医師会病院の3病院で、救急医療の臨慢性を敷いている。2015年4月1日、名称を、 山本組合総合病院から、野代厚生医療センターに変更した。1階には、秋田白上農業共同組合の相談窓口と、本店管理の店舗が ATM として、友人窓口を置いていた、ローソン店舗、美容室、美容室、レストランが設置されている。ありがとうございます。